撮れた。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。どうもこんばんは、三村です。元気な皆さんに、100点満点を授けます。今日も生きてて偉い、えらちい。ギフトありがとうございます。あ、そう、 YouTube ね、そうなんですよね、 YouTube 更新されてるんです。私がツイートをし忘れている。昨日ですよね、なんかがに肝炎ができちまって、痛い。シンプル痛い。よかったら YouTube 見てください、お願いします。後でツイートもしておきます。今日はあの30分は配信しないつもりなので。私ベースボーカル、いや私ね、歌いながら何かすることと下手くそ人間だからさ、踊るのが精一杯なんだよ私、歌いながらだと、弾き語り私できないタイプだと思うんだよね。だってただでさえさ、左手とさ右手をさ違う動きしなきゃいけないのに、それに加えて歌じゃん、絶対できないんだよね。まあそもそもベースも別にできないし、まあでも私はバンドの音の中だったらベースが一番好きですよ。うん、楽器は経験はないけど、ピアノならちょこっとだけね、発声練習とかなら。てて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 て。とかのだったら両手で弾けるけど、私は楽器は今まで触れてきてないので、本当にリコーダーでギリぐらい。うん、私はもう歌特化で生きてきた音楽人間なので、あ、まあ歌とあとは何だろうな、歌って歌、自分が歌うことと何て言ったらいいんだろう、編曲とはまた違うよね、曲歌割りを決めるとか、ここにハモをつけるみたいな、まあ、そういうアレンジャーみたいな、まあ、編曲ですけど、アレンジャーみたいなのを特化の人間なので、できても打ち込みの編曲でしょうね。まあやったことないので、私はなんかその中途半端が好きじゃなくて、なんかね、こうわかるかな、なんかね、なんて言ったらいいかな、完璧主義者なんだけど、中途半端で済むのが分かってるから、自分の技量的に、だから一もできないっていうタイプの人間で、だからね、私はそんな人間性がね嫌いなんですけど、私の自分のそういうところが、でも本当に治らなくて、だから今もこうしてあの家が汚いままなんですよ。マジで掃除しなきゃいけないのに本当にやれなくて困ってる。どうしたらいいんだろう。
かといって別に人は呼びたくない。でもだから絶対自分でやんなきゃいけないし自分でやりたいんだけど1が始まってなくて、はあ、どうしよう。だから今私は配信をギリ毎日やることによって三村ひのとしてのね人格を保っている、うん、前にも言った気がするけど活動がなかった時にショールームしかしなかったみたいな、ショールームしかできなかったからみたいな、はあ、困ったな。シーラねシーラねしよ。いや明日頑張るけど明日頑張るけど頑張る努力はするね。もうそれはもう言葉かぶってる、頭痛が痛いみたいになってるけど頑張る努力はしてみるから。私でもこれ一人暮らしだからこうなってる気もするんですよね。うん、だから丘と違いコメントもあるわよ。まあ別にでも一人部屋も別に着なかったけどねでもその日じゃないからな。いやでも日でもやだ、まず自分に対してなんかしてあげたいことがない、ないというかなんか本当にマジでの本当にやだ誰かのために動きたいじゃないと私が私として保てない。ち。今本当にマジで何も手がつかない状態で困ってます。やらなきゃいけないことはいっぱいあるはずなのに、だから悲しいです悲しくはないか歌唱力の放送もうすぐじゃん。うわーあー怖いよー。歌唱力が次に進むことが確定したら私はもうちょっと元気になれます。え、何が発表されてました？なんか発表されてましたちょっと私の知らないところで、あ、インタビューをねちょくちょく更新してますよね今ね。何喋ったかも覚えてないわ私
何喋ったか覚えてないんだよな。いや結構、まあ、ちゃんと喋ったつもりだけど、なんか別にいいこと喋ったつもりもないし、記憶もない、いいこと喋った記憶もないし、なんかかといってなんか面白いこと言ったかどうかも撮ってますよ。毎回撮ってますよ私は一応。ね、でも公開されるかどうかはまた別ね。まあそれは一応最多出場ファイナリストメンバーではあるので、こう見えて確か、いや確かじゃない、確かそう、去年も別に普通にファイナリストメンバーと入れた場合ね、まあ、優勝ユニット戦優勝っていうまた別枠なのであれですけど、うん、やるやんでしょ、こう見えてなんですよ。まあそうだからね、わかんない、もうちょっと私も記憶なくしちゃったもうね、いいよ、そわそわ、多分そのせいでそわそわしてんだずっと私、何も手につかないみたいな今のあれか、大切な君へか。まあいいわ、明日頑張って家片付けるよ、応援してて。余裕があれば配信しながらやる。明日って月曜日か。いや余裕あるのかな。いやでも配信する場所もないな目をつぶってしまった、知らね、もう知らん、私は知らん。みみやさん、なんか最近話せることは本当なんもないっすよ。昨日の配信の記憶もないしね。なんかギリ15分間に合ったんだっけ。もう寝てたからさ、寝て起きて10秒で配信始めたからさ、母からの電話で気づいて、ギリ3秒前とかに間に合ったんですよ15分やつが。重い腰を上げないと配信もできないような今の私。本当マジで今なんか私の今の生活、何のおかげでこう生活、人間として、まあ人間として今生きられてる自覚ないですけど、今ギリどう何を軸に頑張れてますか、何を軸に生きられてますかって言ったら、マジで本当コナンと学マスプロセカぐらい困っちゃうね、うん、困っちゃうね。まあ、でもプロセカストーリー見れてないから最近。コナンの方を追いすぎてて、あ、コナンはね37巻8巻ぐらいまで来ました、ちょっと進みましたやっぱ一回こうネカフェにこもって、もうコナンをもう本当にもう何全巻読んできたらもうちょっと楽かもしれないけど、あの本当ね、漫画が絵も描きたいんだけど今絵も描けなくて、で漫画
の方をメインで読みたいのよ、コナンを。でも漫画は今無料で読んでるから1日にまあ何巻、まあどんだけ読んでも多分1日に1巻とかぐらいしか端末をねこう使ったとしても、だからペース的にはね遅いわけで、漫画読んでくとうわこの話おもろっつって、そしたらアニメを見始めたので、今なんかあのコナン読むじゃん、漫画を、原作の漫画を。で漫画だいたいまあ3話につき、漫画原作3話につきだいたいアニメ1話とか、もうちょっと増えると前編後編とかに分かれてるんですけど、そう漫画を一シーズン読んだ後にアニメを見るっていう、スパイファミリーと真逆のことをやり始めちゃって。私スパイファミリー見た時はアニメ見て次のアニメ見たその後に漫画を読むっていうやり方をやってたんですけど、その逆をし始めたもんで困ってしまうね。声優が勝手に喋ってくれない漫画読むとき、嘘、私めっちゃ流れてくるよ声。私関西弁とかわかんないけどめっちゃ服部平次喋ってくるよ読んでると。カズハもそうだけど、めっちゃちゃんと全員声出てくるけどね。なんかそれって多分人によって違うよね。うん、そう。で私は多分関西弁喋ってって言われても喋れないんだけど今どう喋ろうと思っても出てこないんだけどね。ちなみに服部平次はせやかで工藤って一回も言ったことないんだよ諸田で工藤はあるけど、せやかで工藤は一回も言ったことなくて、そう。そうだってコナンがさ、コナンっていろんな声というか、なんだろうな、なんかこう新一として喋る時のコナンと、あとなんか少年探偵団対少年探偵団の時のコナンと、あとはそのめちゃめちゃその子供ぶりっこなんの時があるんですけど、それも漫画で見ながら全然声が聞こえてくるの。僕見たよっつってちょっとあの高見稲さんの声真似できないけど、あの頭の中では僕見たよ、なんとかね、おじさんがそこにあるって言ってたもんとかさ、なんかっていうのと、なあ服部っていう時のあの喋りと、っていうおめえらさあっていう時のあのちょっと絶妙なニュアンスが全部頭の中で出てくるから、そうな、読んでてすごいなと、だからあんまり違和感ないのよね。でもアニメ先で見てないから、その漫画読んだ後アニメで答え合わせするつもりで見て愛ちゃんのバカもさ、そうどのニュアンスのバカなんだろうみたいな。愛ちゃんのこちら黒ずくめの女も好きなんだよね、最近だと。最近っていうか私の中の軸の最近ね。うん、鼻で笑う、
鼻で笑うってそういえばレイナさんがさ鼻で笑うの癖って言ってたけど、私も結構癖ですよね実は。ふんってふんって笑って帰りにこの前鼻で笑わないでって言われた。鼻で笑った。私も大概鼻で笑うよねって言って、ね、終わるか。私はもう今口を開けばコナンの話しかしないからさ。まだまだあのベルモット編なので、ベルモット編というか、そうベルモットって誰みたいな、あの原作、私の中の原作っていうパワーワードがあるんですけど、私の中で、私の中の原作38巻ぐらいはやっと赤井秀一がちょっと出てきて、でベルモットと呼ばれるあたりのあの辺なので、いやそう面白いんですよ、面白いところなんですけど、1個目2個目の山場ぐらい、そうそうそう、なのでまだそうまだ本当に序盤も序盤、38巻、まあでももうね40巻ぐらいになるから、なんだかんだ言ってこの前よりは進んでるんですけど、超面白いところで、でも未だに一番好きな話数何ですかって言われたら多分クマのやつ。クマのやつ超好きだよって。あとでもあれよかったな、揺れる警視庁1200万人の人質だっけ、あの佐藤刑事が頑張るやつ、あの東都タワーで爆弾処理な、映画みたいなスケールなんだけど、映画みたいなスケールなんだけどテレビスペシャルで2時間とかのやつなんだけど、漫画読んだ後にうわこれアニメも見ようと思ってアニメを見たらちゃんと面白かった。コナンがね爆弾を解除する話なんですよ、うん、珍しく映画じゃなく爆発する回ね。あそうそう松田が出るやつ、そうで私も松田さんが後々いろんなキャラクターに絡んでてっていう話、警察学校のあたりのは噂には聞いてるけど私それ知らないからさ。そう揺れる警視庁の話しかまだ知らないので、うん、終わります、告知をするのでツイッターで段差見ます。13位太郎さん、12位 MS さん、11位突破球さん、10位市田さん、9位むつきさん、8位 X 山さん、7位むっちゃんさん、6位栄太郎さん、5位ベロさん、4位新一さん、3位東吾さん、2位あずきさん、1位ひよりげたさん、ありがとうございます、ありがとう。じゃあまた明日、バイバイ、おやすみ村、じゃあね。